こんんにちはタカさん今回「気になる男」の61話ですけども皆さんは一体どういったことが気になってますかねタカさんは一体どんなことに興味があるんでしょうか、まあ、あの何かどんなことでもいいんでジャンルに対して興味があるとか気になっていることって誰しもあると思うんですよ。でその気になるテーマっていうのが一時的なものなのかそれとも生涯をかけた永続的なものなのかっていうことは様々あると思いますけども。 まあ私のソッカー塾の中ではね人間にはおおよそ4つのカテゴリーの強い興味インパクトを引くものがあるっていうふうにお話してますまずは多くの方はお金に関することに興味があると思うんですよそれから仕事に関することに興味があると思いますまた健康に関することこれもそうですよねそして恋愛とか人間関係こういったことにも日々頭を悩ましてもっといい方法はないかなと思ってリサーチかけてると思うんですよ、まあ、いわゆる調べるってことですよね そうすることによってたくさんの情報を得てたくさんの未経験だった経験を疑似体験して新しい判断につながっていくでその判断を使って行動することによってまた自分の経験が見えてくると自分の成功や失敗が見えてくるってこと、まあ、それが日々積み重なって見識の深さになったりとかあ見える範囲のね広さになったりとかすると思いますで私たちはじゃ一体どこから情報を得ているのかってことになりますどこから体験を得ているのかってことになります まあ私の幼い頃っていうのは学校家庭地域この3つぐらいしかなかったですでこの3つ以外のことといえばテレビですよねこれに大きな影響を受けていましたですんで私の幼い頃の影響を受けた思い出といえばテレビが大体ですよねテレビで見たかっこいいテレビ番組テレビで見た憧れの人テレビで見たアイドルさんそういったものに恋い焦がれたりとかして目指したりとかしたもんです それが未だに尾を引いていたりすることもあると思いますし当時は現実化できなかったテレビの中に出てきた映画スターと同じようなアイテムや衣装とかねそういったものが今気軽に手に入るようになってたんでいわゆるコスプレ文化ってのも起きてきたのかもしれませんしサブカルチャーやコミケってものがね、えー、にぎやかになっている原因の一つになると思います。で、現在はでで現はすすね、どどうういいっったととこころかからら情報を得ててるのかっていうことなんですけども、おそらく、 スマートフォンから情報を得ている方が多いんじゃないかなと思いますもしくはパソコンねそうなるとテレビメディアってものよりもインターネットというものを通じてこちらから興味があるジャンルに対して出かけていくってことが増えると思うんですよで出かけるにしてもどこかの道を通ると思うんですよねえ例えばね人は昔から駅をよく利用してきました駅から駅に移動してその駅から目的地まで歩いていくということで駅前商店街ってのは かなりたくさんの人が通る可能性があるところとして最も土地の価格がね高かったりとか求める人が多い場所になっていたと思います駅前の大通りでちんど屋をすればそのお店が知られることになって集客に一役買ったりとか駅前でティッシュを配ってそのティッシュに広告が入ってるみたいなビジネスもあったと思うんですよあそこへ行くとですね田舎の田んぼのど真ん中にポツンと一軒家ではないですけどもそんなところでお店を出していても 通りりりががかりの人いいいらっっっしゃてて入ってくれることとあんんまりないと思うんですよ。でもインターネットものはだいぶ世の中は変えましたまさにね田んぼのど真ん中の一軒家でも繁盛する行列のできる店っていうのが存在するようになったつまりその店が知られることになったんですよ単なる情報じゃなくって映像とか音とか雰囲気とか匂いまではしないけれど YouTube を見ながらねまさに匂ってきそうなそんな美味しいラーメンとか。 美味ししそうなステーキのジュワーっととた感じとかね躍動感のあふれる鮮度の良いお魚とかを見ることができて「あの店行ってみたいな」え「えあんな田舎にあんの?」「ちょっと行ってみるかドライブがたら旅行がたら」っていうことになって人々の欲望を誘うわけですよね。これは雑誌というところで多くの方は YouTube を通じて自分の興味があるジャンルとかね 今まで考えもしなかった世界に触れること私が好きな YouTube チャンネルでね廃墟担保とかってあるわけですよまさに人の住まなくなった廃墟廃村を訪れてそこで壊れかけた家とか残留物とか朽ち果てた昔の集落っていうのを見ることになるんですけどもねそれは現実私たちが探そうと思ってもなかなか探せないし行こうと思ってもいろんな問題で行けないわけですよ。 でも YouTube でその雰囲気を感じることができる。つまりは未知の世界に対して YouTube によってそこに行くという疑似体験ができるわけですよね。そうなると YouTube ってむちゃくちゃ人が集まる場所っていうふうに考えることができると思うんですよ。ね、今テレビを見ない人でも YouTube を見てますかって言ったら YouTube は見てますって人が多いと思うんですよ。つまり昔はテレビ番組が 各チャンネルによって行われてましたけどもそこに YouTube チャンネルってものがポンとできたことによって全てのチャンネルが駆逐されて YouTube 一強の時代が来たってことになりますしかもこの YouTube 許可なく自分の放送ができるというね発信者になれるってことのこの面白さもあるわけですよ発信者になると今度は自分が見に行く側ではなくて見てもらう側になるわけですよねいろんなことを意図的にお知らせすることができます 流行ってない店や会社を知らせることもできますし中には YouTube タレントみたいな感じで YouTube に出てくる人をクローズアップして芸能人であるかのように有名人にすることができるんですよいやすごい世の中だと思いますよだからね少なくとも今後何かことを起こす際に YouTube を使わない手っていうのは最初から不利な戦いにいってるようなもんだと思うんですよそして YouTube をやるんだったらどうせなら利益を上げていきたいと思うわけですよね じゃ利益を上げるる方法ってののはどういうい風になるのか。それもちゃんと先行した実例が数々あるわけですよその代表的なのがアクセスを集めて10万回100万回人気の YouTube チャンネルを作ってそういったところに広告を貼ったり商品の提案をしたりするものですでもこの再生数を上げていくって作業がほとんどの方ができないわけじゃないですか特に数万再生とか数十万再生を安定させるって思いもよらないことですよね 最初から当たるものが分かっていればできるんですけどもこれはね結果的に当てた人も何で当てたのかは後になってよく考えみないと分かんないんですよしかもこの再生数が当たるってのはもともと影響力がある人がやるもしくは影響力がない人がやるここでも大きなスタートラインができますよね今回お話したいのは影響力がなくたって何なんら誰が作ったか分かんないような顔も名前も出してないような動画ですら 多くの再生数を集めてそしてそこで商品を売ることができる儲けることができるっていう図式になります場合によっては再生数は大して上がってないけどもでも稼ぐことができるっていうふうなねそんな現象すら引き起こすことができるんですよそれが YouTube の魅力だと思うんですよねで実際にこの気になる男シリーズでタカさんという方がね1か月ちょっと前に私の前に現れた時にやっぱりね気になる男として捉えることができたのは これででどうやって暮らしててるんだろううなとどうやって家族を支えてるんだろうかっていうところなんですよ。まさに興味津々ですよね。同じ YouTuber として何か方法はあるんだろうけども自分と同じではないだろうなと思ったわけですよ。だから気になってきたわけなんですよね。で徐々にこの60話を超えるやり取りの中であなるほどこれは確かに儲かるよねと。しかも先行して YouTube をやってる私ですらこれをやろうとも思わないし知っても真似しようと思わないジャンルなんですよ。 だからこそなんですよ。だからこそ、新規参入るライバルが参加してくる可能性が非常に少なくって。それでいて、一旦チャンネルが作れば、独創体制がしばらく作る。そして、その続いてる間に別の独創的なチャンネルを作ることによって、どんどん、いわゆる自動販売機、自動お金生み出し機が増えてくるんですよ。と同時にですね、 お金が入ってくるのと同時に自分で作ったその YouTube チャンネルの数々が多くの人を喜ばせ、幸せにして楽しませることにもつながるってことなんで社会を良くして自分も良くなる、まあ、まさにね三方よしになるんじゃないかなと思うんですよ、まあ、そういうふうな YouTube チャンネルの運営をされている高さんなんでね私はねこの高さんの魅力をもっともっと引き出していこうかなというふうに思ってますこれからも気になる男ね本気になる男っていうタイトルでこの前聞きましたけどねまさにねその気持ちが本流になって まだまだ本気になる男。こういったタカさんの魅力を引き出していきたいなと思う場合でございます。それでは視聴していただきましてありがとうございました。次回62話、タカさんもっともっと気になるような動画を出しちゃってくださいね。それではありがとうございました。そしてですね、えー、番外編もちょっとやり取りさせてもらいましたけども、これもなかなかいいですね。ちょっと普段と違ったスタイルでラフなところをお届けすることによって、まあ360度、風通しの良いような YouTube 仲間としての関係ができるんじゃないかなと思います。タカさんもね、 これからいろんな表現をされていると思います、うん。場合によっては、今までのようなね、顔出さずじゃなくて、顔出しもするかもしれないし、声出しは実際してますんで、もしかしたらね、その、アバターが変化するかもしれません。まあなんかこう、可愛らしいプロレスラーみたいなね、そんな今あ、イメージで出てますけども、どんな風にこれから変わっていくのか、そういうところもね、タカさんの未来も気になるなと思いながら拝見させていただきました。これから YouTube チャンネルを始めようと思う方、 タカさんのことをねよく見ていくとまさに今度は気になる男から気にされる男になるんじゃないかなと思いますそれが再生数とファンを呼び込むことになると思いますのでタカさんからねこれからも学んでいただければと思いますそれでは今回は以上ですいってらっしゃい